駒屋物語は平安時代に成立したと見られる日本の物語。作者不詳。現存する写本の存在しない一書であり、風洋和歌集にも本作からの和歌の再録は見られないが、枕の創や源氏物語第25条、ホタルにその名が見えることから、11世紀には広く知られていた物語であることが伺える。鎌倉時代に書かれた、 源氏物語注釈書、日本指名書の記述では、隠れ身のと題する物語の続編が、駒屋の物語であるとされ、第六条、末摘む花の注釈で本文の一節を引用している。駒屋は、山城国相良軍の地名で、現在の京都府木津川市山城町上駒と相良軍、聖火町下駒の一帯にあたる。 聖昌納言は、枕の宗詩の物語は、の段で、駒や物語の中で印象に残った場面について、以下のように述べている。駒野の物語は、古木川掘り探しいげてもていきしが、お菓しきなり。枕の宗詩、第百十二段、川掘りは、センスのこと。聖昌納言は、駒や物語作者の文章力やストーリーの、組み立て方については、精神の中上は、 の段では、以下のようにあまり高く評価していないが、物語は、の段でも、印象的であったと述べている場面について、再び言及している。なお、主人公が作中で読んだとされる、元見なしコマに、の、引用元となった和歌については、不詳である。コマノの物語は何ばかりを貸しきこともなく、言葉も古めき見どころをからぬも、月に昔を思い出出て、虫ばみたるかは、掘り取り出で、 元三四駒にと言て、尋ねたるが哀れなるなり。駒屋物語は、話の筋が凡庸で、言葉遣いも古臭く対して見栄えのする場面はないが、月を見て、昔のことを思い出し、虫食いの目立つセンスを取り出して、元三七駒にの歌を読み、尋ねた場面は、印象的だった。枕の創始、第292弾、日本史名章で、第6条 末積む花に注釈として引用された、小屋物語の千歳号の巻の一文は、以下の通りである。二名ゴの君たち方は来てセム在号死休と聞きて、例の形どもゆかしくて入りたまえれば、午前の片常よりことに左右に木度もおへたり、かくて人々はまたいたり、宮城に章はします。天井人間立ち目まじりたまえり、花の色左右同項なり、 今はつけたる歌どもごうむとて、高校つかまつるべき、人たか、よかる病、その道たつる人をとて、左のは、右左の大正殿の最小、右のは、四季武教宮人和が、うど掘り四ゅうとうんうん。日本史名賞第六条、末つむ花。ありがとうございます。